大阪府ラジオネームミートカーソルはひろめさん。あ、出た。加賀さん、加谷さん、こんにちは。こんにちは。先ほど花子の岡部さんが結婚するという報道とともに、はい、奥様とフライデーされた写真を拝見しました。同じ仲睦まじい様子なのに、加谷さんの時の写真と受ける印象が大違いなのはなぜでしょうか。岡部さんの方が堂々としています。加谷さん、こうなったら2度目のフライデーを食らって好感度上げてください。いいよあんなも何回も映るもんじゃないって、うん、いやでもフライデー仲間みたいな感じでさ、いやまあフライデー仲間よ、それは言ってたけど、やっぱでも全然違ったもん、印象が。いやそれはまあまずまあおめでとうございますだけど、岡部さんね、今日発表されたからね。ね、本当についさっき、うん、そうフライデーね、いや、うん、ほぼ一緒だったけどね、内容は違うよ、全然そんなことないよ一緒じゃなかった。いやでも区役所も行って女の人と一緒に、うん、ですよね、区役所行って、記事によったら多分区役所から帰ってきたところで自宅に帰るところを突撃されたみたいなことなんだよね、フライデーの記事を見るとそんな感じなんだけど、で取材にも応じてるの、だから取材にも応じたから、あの堂々とした写真なわけで、だから俺も取材してくれたら堂々と撮りましたよって話なんですよ、それは。お、普通はフライデーって聞いたところによる とは絶対あるんですって、突撃が、突撃がその写真撮って記者さんが、うん、記者さんが写真撮って、うん、で、これこれこういうものですいませんって声かけるのがマナーというか、そういう流れなんですよ、いつも。それで、あの写真撮ったんですけどって見せてくれるらしいですよ、うん、これこういう写真撮ったんですけど撮り直しとかしますみたいな、で撮り直しする人とかいるらしいんですよ、本当に。 でそこで嫌な態度取ったりとか、もうやめ、うん、ちょっとあっち行けみたいな態度取ったら、うん、嫌な写真が使われるっていう、はあ、そういうやつらしいんですよ。でそういうその なんだろうな、あのそういうターンがあるはずなんですけど、僕の時なかったんですよ、突撃、はあ、うん、だからそう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 、やっぱ仲睦まじそうだったからな、やっぱりその修羅場だったじゃん、うん、いやいやいや、文面通り受け取るなよあんな恥ずかしい内容、修羅場だったんでしょ、俺フライデーの記事しか読んでないからさそう、分かんないけど、誰があれ本当に修羅場大丈夫かな、ドキドキって読むんだよ、あれ。いつも通りコンビニでフライデーを買って、いつも通り買ってるのかよ前なんで持ってるんですかいいっすよ、それ捨てな、もういやー、うん、これ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 、うわー、今記事見てるけど、そうそうそう、いらないのよ別に、ね、なんだ、いいよ見返さなくて今さら。これなんだ、これはなんだって、なんだよ、突然の修羅場か違う、だからそれはダッシュって、先生それは彼女とのよくやってるノリをそうやって文面にされたっていうだけで、え、なんで、でも本当に、うん、本当にさ声かけられなかったのなんでなんだろう、うん、いやだから考えられるのはその、視聴者投稿一般人が盗撮してそれをフライデーに、うん、あの売るっていうのがあるんだって、うん、だから俺はなんか本当になんだ、視聴者は見たみたいなテンションで俺フライデー乗ったの、デン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 すごっ本当にね、めっちゃ近いよ、でもこれ撮られてるの、いやめっちゃ近い、いいよ今更見なくてさ、すごいな、フライデー、まあ岡部さんもフライデーデビューということでね何先輩ずらして、先輩からね、先輩ずらやめてよ、いや本当おめでたいよね、だから花子さんがこれでね全員その既婚者になって、うん、でそうなんだよな、だからいい記事なんですよ岡部さんのやつが、うん、そうね、フライデーに乗って、うん、でもねその前ね、その花子さんのラジオ聞いたんですよ、うん、聞いた時に僕のねフライデーの話してたんですよ、別に僕のやつもそんなに悪くないというかそんな、まあ仲睦まじい、なんか感じって言っちゃう、あちちね、感じがね、そうやって、まあ、あちちな感じっていうのもちょっと恥ずかしいけどまあそんな悪くないやつだったんですけど、それを話題にしてくれてて花子さんが、うん、なんて言ったと思います、秋山さん、なんかこれ気持ち悪いって言ったんですよいや言わないよ、ひどくない、秋山さんはそんな言葉遣いしないもん、俺もそうだったよその前まではそれ聞く前までは、うん、気持ち悪いって言ったんだよ、本当のテンションで本当のテンションで言ったんだよ、本当にそれが信じられなくて、岡部さんも何だこれとかって言ってて、マジでね本当にね、なんかすごい嫌な気持ちになったな嫌な気持ちになってるから、ね、どうしようもないだからこっちがこうやって好意的に捉えてるのはなんか割に合わないというか、あ、なるほどね、もう一回撮り直してほしい、いや、とりあえずもう一回撮り直してほしいと思わないけど、わかりました、わかりましたって何、僕プライベートで行きましょう、は
自慢のカメラ持って突撃します。加賀が、はい、俺と、うん、俺と彼女が歩いてるやつところに行きます、うん、で撮影するってこと？撮影します。なんでそんなことするんだよ。僕が目線入れて僕のインスタグラムで記事投稿します。なんでそんなことするんだよ、気持ち悪い。意味ね、うん、まあちょっと面白いか。いいんですよ、フライデーの話は。いやでも、はい、すごいですね、おめでとうございます、うん、ありがとうございますね、ありがとうございます本当に。